ダライラマ五世、ダライラマ五世、1617年から1682年は、第5代のダライラマで、法名を、ロサンギャツソという。ダライラマ五世は1645年に、ポタラグーの建設を始めた。ポタラグーは50年余りを費やして、ダライラマ五世没後の1695年に、完成した。現在のポタラグーには、完全音菩薩の継信として、 ダライラマ五世が祀られている。ダライラマ五世は1642年に権力を掌握してから40年にわたって、チベットの行政と宗教を支え、偉大なる五世、ガパチェンポと呼ばれた。モンゴル帝国の崩壊後、モンゴル帝国の庇護を受けていた、チベットのサキャ派政権は、間もなく崩壊し、チベットの各宗派は、それぞれ独自に、 モンゴル高原の諸勢力の庇護を受けるなどして、権力争いが続いた。1358年にパクモデ派政権、1433年にリンプン派政権、1565年にザン派政権へと支配者が変わっていったが、どの政権も支配力はサキャ派政権ほどにはなく、チベットは分裂状態にあった。後に、ダライラマを生み出すゲルク派は、当初は、 パクモド派政権の支援を受けていたが、パクモド派がリンプン派に押されて、勢力を弱めると、逆にゲルク派が、パクモド派を保護する格好をとっていた。三派政権ができる、少し前の1556年、モンゴルはチベットを攻撃してゲルク派の僧侶を捕虜とした。モンゴルの超アルタンハーンはゲルク派の教えに惹かれ、1577年に、ゲルク派でプンテラの雑数ナムギャツを招き、 ゲルク派に帰えした。そして、スーナムギャツォに、ダライラマ、知恵の海の称号を与えた。なお、スーナムギャツォは、ダライラマの称号を得る前から、高層のトゥルクとみなされていたので、その転生前の人物が一世と二世とされ、スーナムギャツォは、ダライラマ三世となった。この時点でダライラマはゲルク派の活物の一人に過ぎず、まだゲルク派の代表格にはなっていない。 アルタンハーンの死後もモンゴルはゲルク派を侵攻した。1588年にダライラマ三世が死ぬと、アルタンハーンの一族は間もなく生まれたアルタンハーンの孫がその生まれ変わりだと主張。その子が1601年にデプンデラでダライラマ四世として不足した。ところがゲルク派は対立宗派カルマ派を支援する残派政権の王。 天寸湾語と対立し1605年に敗北したことから勢力が非常に弱まった。1617年にダライラマ四世が死去するとゲルク派はさらに弱まり、翌年にはサンオウプン族ナムギエルに要所のラサトデプンデラ、セラジを奪われた。なお、サンがゲルク派を攻撃したのはゲルク派が外国勢力であるモンゴルをチベットに入れようとすることに対する危機感からとも言われている。 ダライラマ五世が生まれたのはダライラマ四世が死去した1617年、チベット歴の9月23日である。生誕地は、ラサから南東に1 0 0トルほどのおやる、ルン渓谷国にあるチョンギエーで、この地には古代チベット王国、ドバンの墓所があった。また、彼は、皇位の貴族、ルカン族の長の家の生まれであり、母は、サン王とのつながりがあった。 その宗派は攻撃色が薄いニンマ派であった。また、パクモル派にエンコがいた。デプンデラは神託に基づき、ダライラマがチョンギエーに転生したと考え、1619年、コノルカン族の子を、ダライラマ5世の候補者の一人とみなした。一方1620年、ゲルク派を支援するモンゴルがラサに軍を進め、三王の軍と対峙した。結局、後のパンチェンラマ4世、 以後本記事では称号を得る前も含めて、パンチェンラマ四世とシルスガンデンティッパのツルティムチュンペルの仲介により、モンゴル兵の撤退と引き換えに、ザンオープンツオクナムギエルがゲルクハに土地を返却する、ことで決着した。土地を取り戻した、ゲルクハは、ダライラマの転生者探しを再開した。候補は三人であったが、パンチェンラマ四世ともう一人の僧が占いにより、 このルカン族の蝶の子に決定した。なお、ダライラマ選定テストの一つとして、天承前のダライラマの遺品を当てさせる、という方法がある。ダライラマ5世は後に、実著の中で、自分がこのテストで何一つ当てられず、選ばれたのは、母が、三王に関係していたという政治的な理由であったと、教えられたとのエピソードを披露している。 1621年の残王プン族ナムギエルの死後、世間に、ダライラマ5世の転生が発表された。なお、これまでダライラマの選定の際にはゲルク派から、残王に多額の税を払うのが慣例であったが、ゲルク派は、ダライラマ5世の際にはこれを拒否した。ダライラマ5世は1622年のチベット歴2月25日に即位し、 三月十八日にパンチェンラマ四世による啓発をもって出家した。この際、パンチェンラマからロサンギャツの名をもらっている。以後は修行とお披露目のためにチベット各地を回り、奇跡や人物像に関するいくつもの逸話を残した。三ン王の後を継いだ天ワンポは数えでわずか十七歳であった。サン王はモンゴルの七九ハルハに属すると同盟し、 勢力の挽回を図ろうとした。しかし若い残王、天京万歩は人気がなく妥協できない性格でもあったため、残派政権とゲルク派の対立は深まった。モンゴル高原の部族の多くはゲルク派に味方した。まず1635年、直ハンの息子アルスランが軍を率いてチベットに来たが、彼は父の意向に沿わず、ゲルク派の味方をした。そのため、アルランは、 翌1636年に父、直ハ藩に暗殺された。この頃、モンゴルとは別の民族オイラトが力をつけており、その一部族保守とのトゥルバイフは1637年、直途族の内紛を機に、青海の直途軍三万を破り、残王は軍事的に窮地に立った。翌1638年、トゥルバイフはダライラマと会い、正式にゲルカ派の味方となった。 なお、当時のダライラマゴセイは、まだ若く、政治力を発揮したのは、側近の、ソナムチュンペルであった。軍事的に窮地に立った、サンウー、テンキョンワンポは、ボンキョであったベリの王、トミユ、ドン、ヤドと同盟した。ベリオはゲルク派の拠点、リッタンを攻撃し、チベット東部の多くを支配するようになった。これがかえってオイラトに口実を与えることになり、トゥルバイフは、軍を動かし、 まず、ベリ王国を制圧、さらに西に軍を進めて、三の首都シチェも落とし、1642年に三王、天京万ポを捕らえて処刑した。三王が保護していたカルマ派の教師カルマッパ六世は、東部に逃亡した。1642年、ダライラマ五世が25歳の頃、トゥルバイフは、三王国の旧首都チェに、ダライラマ五世を呼び、そこに、 チベット中の僧侶を集めて、ダライラマ五世に、チベットでの権威を与えた。一方、トゥルバイフはダライラマによりハーンの位を授かり、イゴグーシハーンと称した。それまで、モンゴル高原でハーンを名乗れるのはほぼ、チンギスハーンの末裔だけであったが、チンギス島原理、モンゴルの信奉が厚いダライラマの権威により、モンゴル民族以外に対する、 この例外的なハーンの称号が、モンゴル高原諸勢力の間で認められた。ダライラマ5世はこの自位を利用して、オイラトを自分の勢力に引き入れることに成功した。これにより、チベットの政権は残破政権からダライラマ5世と、オイラトへと移った。なお、モンゴル高原の勢力すべてが、必ずしも、ダライラマ5世を支援したわけではない。 特にチンギスハーンの直系を自称するナナキハ春派のトシェートハーンゴンボドルジや、ウワシ、ホンタイジ、ホンタイジは皇太子の鬼役。この時代には、ホンタイジという名の人が多いので注意のコパドマエルデに、ホンタイジらはゲルク派と直接対立したわけではないが、ゴンボドルジの息子がチョナン派の活物と認定されたり、パドマがカルマ派の反乱に際してカルマ派と手紙を交換していたりと、 必ずしもゲルク派やグーシハーンに協力的とは言えなかった。チベットでゲルク派が勝利してすぐにダライラマ五世が大きな権力を握ったわけではない。軍権は当然グーシハーンが握っていたしグーシハーンはダライラマ五世の側近を摂政、弟子、スとスレッドに格上げしたので以後10年ほどは両者の意向も重要であった。ダライラマ五世は ゲルク派の拠点の一つでプンテラがあるラサをチベットの首都と定めた。以後のダライラマ政府はガンデンポタン、ガンデングー、トソツグーのい、元でプンテラにあったダライラマの座所の名称と呼ばれることが多い。1645年にデプンデラのやや東にポタラグーの建設を命じ、1649年にそこに移った。ポタラグー建設地はかつてのチベット帝国、 一ンの大ン千安保の宮殿があったとされる場所であり、ポタラとは観音菩薩の聖地不堕落の音訳である。ダライラマ五世は自らをソン千ン保や観音菩薩になぞらえることで権力の維持を図ろうとした。チベットの権力者となったダライラマ五世には早速の試練があった。まず百四十五年から六百五十年にかけて交易と国境をめぐって、 ネパールの攻撃を受け、インゴは、インドとの交易に、ネパールを経由する子、及び、ネパールの貨幣を使うことを約束させられた。ただし、交易の決済には、貨幣以外にも、金や茶などが使われており、現代的な意味の通貨発行権が奪われたわけでは、ない。また、ブータンは、チベットから逃亡した一派が作った国ということもあり、チベットはたびたび攻撃の対象とした。 ダライラマ政権ができる前に、三王も1629年、1634年、1639年とサンドブータンに侵攻し、ダライラマ政権ができてからも1644年、1648年、1649年と侵攻して、いずれも撃退されている。一方、ダライラマ五世はゲルク派の勢力を伸ばす努力をした。まずである、 同じゲルクハタシルンポジの大僧侶にパンチェンダーマの称号を送った。ただしこの大僧侶は四世とされ、一世から三世までは昔の僧に追贈された。ついでモンゴルの各地にゲルクハの僧を使わし、彼らをゲルクハに回収させた。先に述べたように、モンゴルナナハタハル派の都政と、ハーンゴンボドジの息子はチョナン派の高僧のトゥルクとみなされていたが、 1551年にゲルク派に改修し、弥勒菩薩の化身ジェップツンダンバホトクトに認定され、ゲルク派の強力な味方となった。一方、遠く中国の歴史も動いていた。ダラ,ライラマ五世が幼い頃、中国では民が政権を握っていたが、その北方ではヌルハチが率いる満州民族が力をつけていた。満州民族は、西のモンゴル高原諸勢力を次々と従え、 本大寺が1636年に、秦を建国。1637年には、李氏朝鮮を従え。1644年には、中国を従えた。この時の秦の皇帝は、順次御門であった。チベットもこの信仰勢力に無関心であったわけでは、ない。当時はまだ、ダライラマ政権が確立する前であり、1640年代。 ダライラマ五世をはじめとするチベットの有力勢力が、真の支援を受けるべくそれぞれ使者を送っている。満州民族は、チベット仏教を奉する民族であり、清志王室の信仰としてもチベット仏教は大事であったが、清志が従いている、モンゴル高原諸勢力も深く、チベット仏教を信じており、彼らの怪獣のためにもチベット仏教の管理は、重要であった。そこで、順次帝は何度も、 ダライラマ5世に首都北京に出てくるよう言い、1650年には、清から贈り物を添えた代表団が派遣されている。しかしこの頃には、ダライラマ5世の権力はほぼ確立しており、清を無理に訪問する理由はなく、しばらくは断り続けた。1652年にようやく、ダライラマ5世は、北京を訪れた。この時、順次帝は、 異民族への待遇としては異例なことに、自ら北京から数日の距離まで出向いて、ダライラマ五世を迎えている。この際、順次帝は、ダライラマ五世に対して改めて、ダライラマの称号を送り、ダライラマ五世は、順次帝に、文樹皇帝の称号を与えている。この時、ダライラマ五世が、新朝皇帝に従属したか、それとも、両者対等の対面であったのかは、 現代でもよく議論にされる。当時の新朝側とチベット側の記録に、すでに認識の食い違いが見られる。清は自らを、モンゴル高原諸勢力の創始国と考えていたので、清とダライラマ5世が直接の外交を持ったことは、モンゴル高原のチベットに対する立場を有名無実なものにした。しかも、ダライラマ5世がチベットに帰国した後、 ダライラマ五世に影響力を持った人物が次々と多界した。1655年にオイラとのグーシハーンが1656年にグーシハーンが選んだチベットの摂政ソナムラプテンが1656年にゲルカ派の抗争が1657年に死のパンチェンラマ四世が次々と死にダライラマ五世は権力を振るいやすくなった。なお、 タクパギエンツェンは殺害されており、これをダライラマ個性派の陰謀と考える人もいる。タクパギエンツェンは死後にゲルク派全体でドルゼ祝伝殿として広く信仰を集め保守強硬派の暗殺部隊の旗印となっていたが、1970年代にダライラマ十四世が禁止して以降、大きな内紛を呼んでいる。グーシハーンの後を継いだ息子はチベットへの関心が薄く、実力も 父ほどにはなかったので、チベットに自分の代理として、摂政を立てたが、次第に、モンゴル諸勢力の影響力は落ちていった。1659年に、サンで1670年に、カムで反乱があったが、これらもすぐに、ダライラマ側によって鎮圧された。グーシハーンの孫ガルダンが1671年に、ジュンガルを制すると、ダライラマ五世はガルダンに、 本体寺の位を授け、さらにガルダンが1676年に、オイラと全体の支配権を持つとハーンと認定し、真の順次帝の時代に新軍を中国に引き入れた、こうで、雲南で貴族となっていた、漢人、五三家は、1674年に、時代の後期帝と対立して、戦争になった。ダライラマ五世はその前から五三家と交流していた、こともあり、清に、 五三家を取り成したり、戦争中に五三家と手紙のやり取りをしていたことなどから、清と若干のわだかまりが生じている。1679年、ダライラマ五世は、当時数27歳を失勢に任命した。同年、ナダックと四年にわたる戦争が始まっている。1682年、ダライラマ五世は六十歳で死去。 死亡時のダライラマ五世の影響力が非常に高かったため、ダライラマ五世は、節制のサンギエギャツォに対し、しばらくは自分の死を引徳し、決めかねることは五世の守護尊、マクソルマ神の前でクディル占いで決めるように、遺言した。戦争相手のラダックはこれに気づかず、1684年にチベットに降伏して続国になっている。それまで替え玉を用たり、 戦場中を理由に面会を断るなど、新、モンゴル諸勢力の目を誤魔化してきたサンギエ・ギャツは1696年になってようやくその死を発表し、翌1697年に自分が探してきた少年をダライ・ラマ6世として即位させたが、シャミ会をパンチン・ラマに返上してしまう事態が起こるなど、6世自身のやる気のなさもあり、モンゴル高原諸勢力や振動意を得られず、 サンギエ・ギャツは1705年にオイラと保証との軍に殺され、ダライ・ラマ6世は1706年に敗位された。ダライ・ラマの宗派はゲルク派であったが、ダライ・ラマ5世は他の宗派と必ずしも賢悪であったわけではない。政権獲得当初はいくつかの有力な人をゲルク派に回収させた。しかしゲルク派による支配体制が確立してからは、むしろ他の宗派の文化を守った。 まず、最大の性敵であったカルマ派の寺院からは、ほとんどの財産を奪ったが、カルマ派が力をあらかた失ったことを確認した後は、寺院の再興を許した。また、実家の宗派でもあった、ン魔派を厚く保護し、ゲルク派の主級派からの不信を招くほどであった。それが、宿殿問題として、チベット近現代史に影を落としている。サキャ派も保護を受けた。 サキャ派は時にゲルク派と競技場の論争をすることもあったが、ダライラマ五世はそれを問題とせず、多くの寺院がダライラマ五世の時代に復興している。1669年頃にはサキャ派の単価政策に資金援助を行っている。ただし、すべての宗派に対して寛容であったわけではない。カギュ派の一派であるジョナン派は礼遇され、 総本山を除いてすべてゲルク派の施設に変更された。ダライラマ5世は、研究熱心な人であり、学問の幅は広く、その詩も数多い。子供の頃の家庭教師は、カチパ、サンギエシエラプで、ダライラマ5世の転生テストにも関わった人物である。パンチェンラマ4世はダライラマ4世の詩でもあったが、ダライラマ5世にも教えている。少年時代には、 般若学などの仏教の基礎を学んだ。実家の宗派でもある忍魔派については、特に熱心で、十七歳、数え年の時にクントゥンベルジョルルンドゥプ、ダライラマより五十六歳年長から教えを受け、二十一歳の時には、スルチェンチューインランデルからいくつかの流儀を学んでいる。また、チベット薬学も勉強し、医師の資格も取っている。ダライラマ五世は絵画にも、 興味を示した。彼は仏教美術に関しての知識に詳しく、神秘眼も備えていたと言われる。美術史の熱心な研究者でもあった。1645年から1651年にかけて新しく作ったポタラウーの壁画に関しても多くの案を出した。例えば、ダライラマ一世の前世を表した絵は彼の提案である。この壁画作成の際には、うー、ツァ 中央チベット各地から画家を招いた。その中には、新メンディ画派のサンパチューインギャムツなどの大物も、含まれていた。1654年には、15世紀に成立したメンディガ派、スモーンリと16世紀初めに成立したキエンリガハ、派、マカイオンリの画家68人に命じて、デプンテラ階層の際の絵を作成させている。 ダライラマ五世は自助伝で、メンリガ派は宣伝された静寂表現、キエンディガ派は荒々しい表現に向いているとの感想を述べている。ダライラマ五世は十五世紀頃のエシチェウツ・バイユーの絵を気に入っており、旧帝氏にその作風を真似るよう命じたが、うまくいかず結果として十七世紀当時のチベット絵画と旧様式の混じった新様式が生まれた。 当時のチベットでは学問も継承によりしからで子へと伝えられていた。ダライラマ五世は記録好きな人で自身が学んだ学問の経譜を書き残している。それによれば、彼は図像学は15世紀後半のメンラトゥントゥプを始祖とする8代目の継承者、仏像家運はデパラサゾンパパンチェンを始祖とする6代目の継承者、インド。 中国仏像鑑定は同じくデパラサゾンパパンチェンを始祖とする5代目の継承者である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。